だからケインズ理論っていうのは基本ですね、うまくいかないわけです。でもしうまくいった特殊事例があったとすれば、もうそれは白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はケインズ分かりやすくということでやっていきたいと思います。はい、今回はですね、なぜ政府が市場におせっかいするようになったのかということなんですけども、結論としては政府がですね、ケインズの理論というのを拡大解釈するようになったからというのが今回の動画になります。はい、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、ではまず最初にということで、今回はケインズという人がテーマなんですけれども、この人がですね、1935年に本を出版していますと。で、ここから新しい経済学っていうのが出てきたということをですね。はい。で、1776年、アダム・スミスが国富論という本を出して、で、その160年後に、1935年ですね、ケインズが新しい本というのを出版したということです。はい。で、経済学っていうのは、実はアダム・スミスがほぼ完成させていたということですね。だから、原理原則っていうのは、アダム・スミスがすでに見抜いて、それをもう本という形で説明していたということです。だから、160年間っていうのは、アダム・スミスの理論を学ぶことこそが経済学を学ぶということだったということです。で、アダム・スミスがですね、国富論を出しましたと。で、その国富論でほぼ経済学の原理原則みたいなのはもう完成してたわけですね。だから、アダム・スミスを学ぶっていうのが経済学を学ぶっていうことだったと。で、経済学を学ぶっていうのはアダム・スミスの理論を学ぶということだったということです。はい、しかしですね、世界中の経済学者たちがアダム・スミスを信仰していた中で、どうしても納得いってない人物っていうのがただ一人だけいたということです。それがケインズだったということですね。はい、なぜかっていうと、1929年に世界恐慌というね、すごくこう特殊事例が発生していたということなんですね。はい、ちなみに恐慌っていうのはゆっくりとではなく、急激に大きな不景気になることを恐慌というふうに言うということです。まずは好景気不景気っていうのから確認すると、景気っていうのはお金の回り具合なんですよね。だから、世界中を、社会をぐる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 お金が循環している状態は好景気ですね。逆にお金の循環が悪い、お金があんまり動いてなくて、ね、お金がある一箇所とかにこうずっと留まりつけ続けてるっていうのが不景気ということになります。で、好景気、不景気っていうのは基本的には繰り返すんですよね。好景気になったり、不景気になったり、好景気になったり、不景気になったりというふうに繰り返すんですけれども、その、景気っていうのの、景気循環っていうのは基本的にはものすごく時間をかけてゆっくりゆっくりこう循環していくものなんですよね。だからイメージとしては天気みたいなもので、朝から昼になって、昼から夕方になって、夕方から夜になっていくわけですけれども、ただ朝から昼にいきなり急にはならないですよね。で、1分1秒単位の変化っていうのはものすごくちょっとずつなわけですよ。だから朝だったんだけど1分後には昼になるとか、昼だったんだけど1分後には夕方になるとか、夕方だったんだけど1分後には夜になるっていうことじゃなくて、1分ずつ1分ずつ、もっと言うと1秒ずつ1秒ずつ、ちょっとずつちょっとずつ変化し続けて、朝から昼になって、昼から夕方になって、夕方から夜になっていくわけですよね。だからそれが普通の景気循環、好景気不景気の循環ということになるわけですけど、恐慌っていうのは何かっていうと、朝が例えば1分後にはもう真夜中になってたみたいな、途中の昼とか夕方とかっていうのを全部飛ばしてしまって、朝だったんだと、じゃあもうね次は昼になるんだろうなとみんなが思ってたら、いきなり真夜中になってしまったみたいな、そういったことを恐慌というふうに言ってるんですね。だから恐慌っていうのはゆっくりとではなく急激に大きな不景気になるということで、みんなびっくりするわけですよ。ああ朝だとね、じゃあ次は昼だなって思ってたのに、いきなり真夜中になるわけですから、はっきり言ったら世界中が大混乱してしまうということですね。はい。で、1929年に、アメリカのニューヨーク証券取引所の株価っていうのが大暴落してしまいましたと。それで、株式市場が大混乱してしまって、これどういうことなんだと。っていうことで、歴史上初めての出来事に対して、みんなが混乱してしまったということですよね。で、これで世界経済に恐怖がですね、伝染したと。要するに、未知ですよね。今まで経験があることだったら、これは2回目だ、これは3回目だっていうことで、落ち着いて冷静に対応することができるわけですけど、
初めてのことっていうのは、ね、経験がないわけですよ、人類に対して。人類が経験がない、だからどう対応していいか分からないということで、まあ、大混乱がそのまま恐怖っていう感情につながって、その恐怖っていうのが世界全体にまあ伝染してしまったということですね。すると、まあ、商品が売れなくなりますと、まあ、この先どうなるんだろうということで、まあ、みんなが、ね、不安とか恐怖を抱えているので、だからまあ、ね、消費者が、ね、商品サービスを購入するっていうのをものすごくこう慎重になるわけですね。でそうすると商品サービスが売れなくなるということで、まあ、企業は売上が上がらない、利益が出せない。だからまあ結局雇っていた従業員の人たちをまあね、辞めてもらうというまあリストラをどんどんしていくということですよね。でそうすると街に失業者が大量発生するようになったということです。はい、そんな中ですね、まあ、ケインズはですね、まあ、教師である経済学者たちに質問していたということですよね。まあ、ケインズは経済学っていうのを学ぶ、そしてまあその経済学っていうのをまあ経済学者を教師としてまあ学んでいたわけです。そしてまあその経済学者たちにですね、まあ、ケインズはまあ質問して回るということをしたわけですね。はい、今私たちの目の前でたくさんの失業者の人たちが路上で実際に困ってますと。だから私たち経済学者は彼ら彼女たちの救済で何か具体的に貢献できないでしょうかというふうに、まあ、質問して回ったわけです。しかし経済学者たちのケインズへの回答は全て同じだったということです。誰に質問しても教師たちは同じ回答しかくれなかったということです。放っておけばいいということですよね。なぜなら見えざる手によって長期的には調整されていずれ均衡状態になるのだからということですね。これがケインズの教師たち経済学者たちの回答だったということです。はい、ちなみに、まあ、ここの部分を少しこう解説を入れると、まあ、経済学ではですね、人の労働も商品の一つというふうに捉えてるんですね。だから労働そのものも結局商品の一つですと。だから労働を売ります、で賃金を受け取りますということですね。はい、すなわち、まあ、労働の買い手っていうのは会社とか企業ですと。それに対して労働の売り手っていうのは、まあ、働く人ですということですよね。だから労働を売って賃金を得るという形になっているということです。はい、つまり、まあ、労働の需要者ですね。労働を必要としている、欲している需要者は会社企業であって、で労働の供給者は、まあ、働きたい人ということですね。はい、だから、まあ、ケインズの教師たちが言っていたのは、まあ、労働の需要と労働の供給は長期的には見えざる点によっていずれ均衡する、これが経済学者たちが考えていて、まあ、それをまあケインズに説明していたということです。はい、しかし、まあ、ケインズはどうしても納得できなかったということですよね。はい、結局困っている人たちを見ても放っておけっていうんだったら、じゃあ今私たちが学んでいる経済学って一体何の役に立つんだというふうに考えたということです。なお、まあ、後年ですね、まあ、かなりもうね、ケインズがまあ世界的に認められた後っていうことですけれども、まあ、後年のケインズはですね、まあ、かつての教師たち、つまりね、ケインズに経済学を教えてくれていた、まあ、経済学者、教師たちを、まあ、2つの表現で皮肉たっぷりに痛烈に批判しているということです。はい、すなわちですね、もし彼ら教師たちが嵐の真っ只中に実際にいる人たちに対して、大丈夫、嵐はいずれ収まるから程度のことしか言えなかったとしたら、彼ら教師たちの理論は無用であるというような、まあ、すごくこう手厳しいことを言っています。はい、そしてもう一つはですね、はい、記者がですね、ケインズに質問するんですね。はい、ケインズ先生と、ね、私たちの世界経済は長期的にはどうなりそうでしょうかということで、まあ、ケインズがかなり、ね、まあ、有名になった後ですね、まあ、記者たちから質問をされたということですよね。でこの質問に対してケインズは、はい、長期的には私たちはみんな死んでるでしょうというふうに答えたということで、まあ、当時の記者たちはまあ大爆笑したということです。要するにケインズが言いたいのは、長期的なことばっかり考えていることは意味がないっていうことが言いたかったということなんですね。はい、ともあれ、まあ、ケインズは教師たちから学んだアダム・スミス理論から一旦離れて、ということですよね。まあ、だから徹底的にアダム・スミスをもちろんね、勉強してるんですよ。ケインズもアダム・スミスは当然経済学の基本中の基本なので、ね、当然徹底的に勉強してるんですよね。ただ、そのアダム・スミスの理論では、今目の前にいる失業者の人たちを実際ね、救済するのに役立たないということで、だったら一回アダム・スミスから離れましょうということで離れたと。
ということです。そしてケインズ自身の頭で徹底的に考え始めたということですね。はい、どうすれば路上で座りながら困っている目の前の失業者の人たちを実際に救えると、どうすれば私は経済学者として失業者を実際に減らすことに貢献できるのかということを、まあ、ケインズ自身が自分の頭で徹底的に考えたということです。はい、ケインズは自分自身の頭を徹頭徹尾で使い、24時間365日で考えに考え続けた結果、まあ、ついに問題解決の糸口っていうのを、まあ、ひらめいたということですね。はい、すなわち、まあ、なぜ失業者が多いのかっていうのが、まあ彼が解決したかった問題だったわけですけど、それはね、失業者が多いのはなぜなら企業に労働需要がないということですよね。だから企業はまあね、はっきり言ったらもう恐怖で止まってしまってるわけですよ。はい、世界恐慌という歴史上で初めてのことに対して、まあ、企業はどう対応していいか分からず恐怖に襲われてしまっていると。だから商品が売れない、だからね、失業者の人たちをね、まあ、新しくもう一回ね雇用し直すっていう、まあ、そういう動機っていうか、まあ、モチベーションがないわけですね。はい、でもし企業が労働需要を作り出せないということであれば、代わりに労働需要、だから労働が必要、労働が欲しいという労働需要を作り出すことができる存在はもうこれ政府しかないということなんですね。はい、でまさにケインズの中でパラダイムシフト、ですね、価値観の大転換ですよね。だから今まで自分が信じてた常識と全く反対のことを、まあ、ひらめいたということになります。はい、すなわち、まあ、アダム・スミスはですね、まあ、政府は市場に一切で介入するなというふうな考え方を持っているわけです。経済っていうのはあくまでも商品を作る生産者と、そしてその商品を欲している消費者のこの需要と供給で決まるんで、だから政府は、まあ、はっきり言ったら警察とか国防だけやっておけばいいと、ね、市場はもうね、市場に任しといてくれと、政府には市場に一切介入するな、これが160年間の常識だったわけです。その常識に対してケインズは全く逆を思いついたということですよね。はい、困ってる人たちがたくさんいるとき、まさにケインズはその時代に生きた人なんですよね。1929年の世界恐慌が起きて、大混乱が起きてる、そしてすごくね、恐怖っていうので世界中が覆われてる、そういうものすごい特殊環境の時に、まあ、ケインズっていう人は生きて、そして自分の頭で考えて理論を出したわけです。で、そういう困ってる人たちがたくさんいる時は政府は市場に介入すべしと、要するに企業が、ね、雇用しないわけですから、ね、救済者が、失業者がたくさんいたとしてもその失業者の人たちをもう一回再雇用しないわけですよね。まあ、そういう非常に特殊なことが起きてるんで、だから政府は市場に介入すべきと、要するに労働需要っていうのを作れというふうに、まあ、考えたということです。はい、で、まあ、ケインズが理論を発表して以降ですね、まあ、経済に新しい考え方っていうのが生まれたということです。はい、というのは、まあ、政府による事業ですね。基本的に事業っていうのは会社とか企業がやるものだったわけですよ。事業って誰がやるんですか？それは生産者であり会社であり企業っていうのが事業をやるっていうのが、まあ、常識だったわけですよね。少なくてもアダム・スミス以降の160年間の常識だったわけですけど、まあ、ケインズがその常識を、まあ、ひっくり返したということです。政府による事業っていう新しい考え方っていうのが生まれたということです。はい、すなわちですね、まあ、公共事業ということになります。で、結果ですね、まあ、世界恐慌の震源地となったアメリカで、まあ、ケインズの理論っていうのは採用されるということです。もともとケインズっていう人はですね、まあ、イギリスの人なんですけれども、まあ、結局アメリカでですね、まあ、そのケインズの理論っていうのは採用されるということになります。で、採用したのは、まあ、ルーズベルト大統領ですね。アメリカの大統領、フランクリン・ルーズベルト大統領がこのケインズ理論っていうのを採用したということです。はい、そして、まあ、ルーズベルト大統領が実施したのが、まあ、ニューディール政策っていうことで、まあ、失業者の人たちにダム開発させるっていうことを やらせたんですね。はい、でまず政府が、まあ、ダム建設という仕事を作って失業者の救済を始めたということです。はい、ただですね、まあ、ニューディール政策っていうのは、まあね、日本の小学生中学生、まあ、特に中学生以降の、まあ、社会の教科書とかには出てくるんですね。でそのニューディール政策っていうのは、まあ、中学生の社会の教科書などでは、まあ、世界恐慌の克服に大いに貢献した、まあ、成功事業であったかのように、まあ、紹介されてるんですけれども、しかし実際はですね、まあ、焼け石に水的な政策と、やらないよりはやった方が良かったんだけど、まあ、本質的な抜本的な問題解決になった政策ではなかったということですよね。だからやらないよりは
やった方が良かったと。だから実際ダム開発に携わった人たちはまあ救われたんですよね。だからやらないよりはやった方が良かったんだけど、逆に言えばその程度だったということです。はい、すなわち、まあ、ダム建設などに直接で携わった人たちこそ救済できたものの、当時の世界的な不景気を克服するにはあまりに規模が小さかったということですね。はい、現実、まあ、世界恐慌に、まあ、決着をつけたのは、まあ、ニューディール政策ではなくて、まあ、第二次世界大戦だったというのが、もうこれは歴史的な事実ということになります。はい、つまりですね、まあ、軍需ということです。だから軍が必要としていた需要で、結局、まあ、解決していくことになったということです。はい、でなので、まあ、戦争に勝つための大量の輸送機器ですよね。まあ、例えば船とか、もしくは飛行機とかですよね。あとはもちろん大量の武器とか、あとはまあ、ね、今回で言えば失業者っていうね、まあ、人っていうのがテーマになってましたけど、大量の徴兵ですよね。要するに兵隊として雇うという、まあ、こういったまあ大量の輸送機器、大量の武器、大量の徴兵という軍需こそ、軍が必要としていた需要こそが世界恐慌に決着をつけたということです。はい、だからまあケインズの理論とかニューディール政策がまあ世界恐慌を解決したっていうのは、これはもう完全に誤認ということですね。でしかも、まあ、単に誤認されただけではなくて、やがてケインズの理論っていうのは各国政府によって、まあ、都合よく拡大解釈されてしまうようにさえなったということですよね。要するにケインズの理論っていうのを正確に理解するんじゃなくて、都合よく自分たちにとって都合よく解釈されるようになってしまったということです。つまり、まあ、ケインズはですね、困ってる人たちがたくさんいるときはこういう限定がついてるわけですよ。政府は市場に介入すべしというふうに言ってるんですね。だから世界恐慌です。でその当時の、まあ、で歴史として初めての、まあ、異常事態、特殊事例が発生してたわけですよね。すごく世界中にたくさんの失業者の人たちが溢れてると、そういう特殊事情が発生してたんで、困ってる人たちがたくさんいる時はっていうふうに限定してるわけですよ。そういう時は政府は市場に介入すべしっていうのがケインズの考え方だったんですけど、政府はこれを自分たちに都合よく拡大解釈してしまうんですね。政府は市場に積極的に介入すべしというふうに、まあ、捉えられてしまったということです。はい、こうして、まあ、世界特にヨーロッパは次々に没落していったということですよね。で世界の歴史っていうのはですね、まあね、1800年代後半ですよね。1800年代後半っていうのは、まあ、例えば大英帝国の時代ということで、ね、まあ、結局イギリスがですね、まあ、世界の約4分の1っていうのを、まあ、植民地にして、だから、まあ、世界共通語は英語っていうふうに、まあ、なっていったわけですよね。だから19世紀とかっていうのは本当に、まあね、ヨーロッパ、そして特にイギリスの時代だったわけですけれども、まあ、結局第二次世界大戦が終わった後の、まあ、ヨーロッパっていうのは、まあ、はっきり言ってもう見てられないっていうぐらい、まあ、沈んでいってますよね。まあ、全世界におけるヨーロッパの影響力っていうのは、まあ、圧倒的にどんどん低下していったということです。まあ、なぜかって言えばそれも簡単ということですよね。まあ、政府は自分たちで商品を作ったこともなければ集客して売ったこともない、お金のど素人集団だからということですよね。何か商品を企画しましたか、開発しましたか、ね、それで原材料を仕入れたことありますかと、ね、何もしたことないわけですよ、政府っていうのはね。ただ頭でね、勉強して考えてるだけなわけですよね。だからど素人の人たちが机上の空論で考えたことがうまくいくはずがないということです。勉強ばっかりしてて、ね、実際商品を企画したり開発したり原材料を仕入れたり作ったり集客したり販売したりアフターフォローしたことないわけですから。だからそういう人たちが勉強して頭で考えて机上の空論で、ね、経済ってこうやったらうまくいくっていうのがうまくいくはずがないっていうことなんですね。でケインズの理論っていうのはあくまでも世界恐慌という特殊事例に対しての処方箋だったということです。だから普通の時っていうのはアダム・スミスでいいわけですよ。普通の時はアダム・スミスでよくいいわけです。で特殊事例が発生した時に初めてケインズの理論っていうのは選択肢の一つに上がるっていうことなんですけど、それがまあね正確に理解されなかったということです。まあ、だからまあケインズの理論っていうのは、まあ、いわばまあ抗がん剤みたいなものなんですね。まあ、理論を、ね、目に見える実体物に、まあ、例えるならば、まあ、ケインズ理論っていうのは、まあ、例えると抗がん剤みたいなものだっていうことなんです。はい、もし患者さんががんだったら、ね、抗がん剤っていうのは合理的な選択肢の一つにもなりうるということですよね。まあ、目の前の患者さんがいますと、でその患者さんが、ね、困ってます、苦しんでます、ね、その時に、ね、もう見て見ぬふりをするんじゃなくて、 もう、ね、もしかしたらこれを使えば、ね、がんを治してあげられるかもしれない、問題を解決してあげられるかもしれないということで、もし患者さんががんだったら抗がん剤っていうのは合理的な選択肢の一つにもなりうるわけですよね。
うん、あの、がんから助かりたいですと、ね、先生何か方法ないでしょうかと言った時に、ね、もう 100% の保証はないですけれども、まあ、しかし治る可能性はありますということで、まあ、この抗がん剤を、まあね、はっきり言ったら、まあ、使ってみますかということで、まあね、合理的な選択肢の一つにもなりうるわけです。しかしもし抗がん剤治療で思うような効果が得られなかったからといって、じゃあ一回抗がん剤打ってみましたと、ね、で、まあ、結局患者さんの体からがんが消えてないと言ったとして、じゃあその後何本もじゃあ2回目3回目4回目みたいな感じで抗がん剤っていうのを打ち続けることっていうのは、はっきり言って合理的ではないということですよね。がんを殺すことができるってことは、がん以外の細胞にも影響を与えるのは当たり前なわけですから、で1回ね効果がなかったからって言って2回3回4回って打ち続けるっていうのは、ね、合理的ではないわけですよ。むしろ患者さんの、ね、自然治癒力みたいな、その体そのものをどんどん弱めてしまうかもしれないわけですよね。でまして、まあ、がんを患ってない状態の人に抗がん剤を打つなど絶対ありえないということですよね。うん、あの目の前の人ががんではない、全然普通ですと、全然元気な人ですと、ね、日常生活当たり前に送ってる人ですと、ね、この強力な薬打ちますかって打つはずないですよね。何言ってんだって話になるわけですよ。だからがんを患ってない状態の人に抗がん剤を打つなど絶対ありえないということです。しかし検出理論というのはこの抗がん剤みたいなもんなんですね。はい、にもかかわらず、まあ、政府は自分たちに都合のいいようにケインズ理論っていうのをまあ拡大解釈したということです。はい、すなわち私たち政府は市場に積極的に介入していいと。なぜかって言えばケインズ大先生が公共事業の必要性を説明していらっしゃるのだからということで、まあ、本当に残念なんですけれども、まあ、ケインズ理論っていうのが、まあ、政府は市場におせっかいしてもいいという、まあ、政府にとっての免罪符として使われるようになってしまったということなんですね。はい、繰り返しになりますけど、経済っていうのは消費者の需要と生産者の供給で決まる、これがもう大原則です。うん、だから消費者がどれぐらい欲しがってるんですか、それに対して生産者はどれぐらい供給してるんですか、もうそれに尽きるんですよ。だから経済の主役っていうのは消費者と生産者、消費者と企業なんですね。この2社っていうのが結局経済の主役なわけです。これが大原則です。要するに、まあ、人が普通の健康体である、普通に元気な状態であるということであれば、もうこの消費者と生産者、需要と供給で決まる、消費需要と供給だけで決まる、もうこれが大原則です。逆に、まあ、政府は経済のど素人集団なんで、まあ、彼らの考えっていうのはもう机上の空論ですよね。だったら1個でも商品企画して開発して原材料仕入れて作って集客して販売してアフターフォロー1回でもしてみたらいいっていうことなんですよ。だったら政府が市場に介入すればするほど経済っていうのはまあ衰退していくと、もうこれが大原則です。だからアダム・スミスっていうのは基本的に正しいんですね。基本的に、ね、結局需要と供給で決まりますと、ね、消費者と生産者で決まりますというあのアダム・スミスっていうのは基本的に正しいわけですよ。だからそれがまあ大原則と、だからそれに対して政府っていうのが入れば入るだけ経済っていうのはおかしくなっていきますよということです。はい、でまあ、それの証拠事例っていうのはもう旧ソ連だろうが、ね、東欧諸国だろうが北朝鮮だろうがもう山のようにこう転がってるということですよね。まあ、政府がどれだけ市場をに介入すれば、ね、その経済っていうか国が、ね、どんどん、ね、衰退していくのかっていうのの、まあ、その証拠事例っていうのはもう毎挙にいとまがないということです。もう山のように転がってますということです。はい、でまあ、ケインズの理論っていうのは、まあ、あくまで抗がん剤ということですよね。がんの相手の人だったら抗がん剤っていうのは有効な選択肢にはなりうるということですよね。がんの人が困ってます、苦しんでます、ね、じゃあ抗がん剤でなんとか助けてあげられないかなっていうのは、まあ、はっきり言ったら一つの合理的な選択肢にはなるわけですけど、逆に言えばそれに限定されるべきってことなんですね。はい、ね、まあ、ケインズ理論っていうのはあくまでも特殊事例、まあ、彼の場合で言えば、ケインズの場合で言えば世界恐慌の後の失業者救済、この特殊事例への対処療法として出てきた理論であるということです。だからケインズ理論っていうのは基本ですね、うまくいかないわけですよ。いつもいつも世界恐慌が起きてるわけじゃないわけですよ。いつもいつもね、歴史上初めてのことが起きてるわけじゃないわけですよね。だからケインズ理論っていうのは普通のね、要するに経済が普通の状態、元気な状態、健康体の時っていうのにケインズ理論っていうのを使うと基本うまくいかないんですね。はい、でもしうまくいった特殊事例があったとすれば、もうそれは、まあ、ある一時期における、まあ、この国ぐらいの事例ということになるということです。
はい、ということで、まあ、今回のテーマはなぜ政府が市場におせっかいするようになったのかということなんですけど、まあ、それは政府がケインズの理論を拡大解釈するようになったからということです。はい、もし今回の動画がですね、まあ、何らか気づきのヒントになったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてですね、あなた自身の学びを深めるためのコメントというのをぜひ書いていただければと思います。基本的に何かを学ぶっていうのは先生と生徒で言ったら、ね、先生の方が学んでます。先生の方が、ね、何としても目の前にいる人に、まあね、分かってもらいたいと、ね、いうことで一生懸命分かりやすく説明するので、アウトプットしてる先生の方が深く学ぶんですね。一方生徒ですよね、まあ、例えば YouTube の、視聴者の方っていうのは受け身なので、ね、受け身なので、だから意外と学ばないんですよ、うん、それは能力のことじゃなくて、ね、受け身の場合っていうのは基本学ばないんですね。だから受け身でね、なんとなくああ面白かったとかね、っていうのは、まあ、はっきり言ったら2日48時間したらもう全部忘れてます。全部忘れてます。2日したらもうこの動画の内容なんて全く覚えてないということです。それだとあなたの貴重な時間を、ね、わざわざこの動画に投資していただいたのが全部無駄になってしまうので、ぜひインプットで終わらせるんじゃなくて、アウトプットまでして初めて学びなんだということで、そのアウトプットの場ということで、あなたの学びを深めるためにぜひコメントを書いてください、まあ、どんなことを書けばいいのかっていう、まあ、例えばの例なんですけど、まあ、例えばこの動画を見ての、まあ、率直な感想だとか、もしくはこの動画を見てなこういったことに気づいたとか、あその視点はなかったとかね、ここの部分が特に学びになったとか、まあ、そういう気づきとかですね。あとは、まあ、この動画をね、まあ、しっかりと、まあ、視聴したんだけど、まあ、ここの部分が正直分かりにくかったんで、ね、別の表現で、まあ、分かりやすく教えてもらえると助かりますみたいな、まあ、そういうこの動画に対しての、ね、動画内容に対しての質問だとか、まあ、あとは今回ケインズの、まあ、怒りっていうのはどこにあったかっていうと、ね、困ってる人が目の前にいるのに放っておけっていう態度に対して、まあ、ケインズはすごく怒ってたんですね。怒ってたわけですよ。情熱を持ってたんですね。だから彼は彼自身の人生をかけて、ね、目の前に救済、ね、失業者がいるならば、その失業者を一人でも二人でも実際に助けようということで、一生懸命彼自身の頭を使って考えた。つまり、ね、机上の空論ではなくて、目の前の人の一人を助けようという、ね、そういう志で、まあ、結局ケインズっていうのは、ね、その学問っていうのを一つ打ち立てた、理論っていうのを一つ打ち立てたわけですよね、うん、そこがやっぱケインズの素晴らしいところ、偉大なところなわけですよ。なので、まあ、今回は、まあ、ケインズっていうのをテーマにしましたので、あなたの経済状態を実際にですね、長期的に改善するんじゃなくて、長期的には私たちはみんな、ね、死んでしまうということですよね。だから長期的に解決するんじゃなくて、実際にですね、まあね、今週とか今日とか実際に改善する、1円改善する。例えば収入を1円増やすために何かできないかなとか、支出を1円減らすために何かできないかなとか、ということで、あなたの経済状態、それが家計なのか、もしくはあなたが運営している事業なのか、もしくはあなたが経営している会社なのか、ね、その家計とか事業とか会社の経済状態を実際に1円改善する、まあ、収入を1円増やす、売上を1円増やす、もしくは支出を1円減らす、その1円改善するために具体的にできることは何ですかというのをぜひですね、まあ、コメントに書いて、あなた自身の学びっていうのをね、インプットだけで終わらせるんじゃなくて、アウトプットまでして完結させていっていただきたいというふうに思います。はい、ということで、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。